鷹のジビエ料理ないのかな。どうもアドレハイです。本日もよろしくお願いします。ということで今日はね、試合のないね、移動日ですけども、動画出さずにはいられないということで、現在アウトロインハイね、チャンネル登録者9400人行ったり来たりしてますけども、もう少しで目指せ1万人ですから、まだ見てない方はぜひチャンネル登録してから、今日の動画ね、見てほしいんですけども、アウトロインハイ月曜日も絶対動画出しますからね、お約束しますからということで、まあドラゴンズね、ありがたいことに、明日から今週はね、ホームバンテリン6連戦ということで、まあこれがね、唯一の救いなんじゃないかなと言うんですけども、まあ今日の動画はね、なんと言っても明日からソフトバンク3連戦ここをピックアップしていきたいなと思いますよ。ピックアップガチャみたいにね、最強ホークスをできる限り徹底分析していきたいということで、まあね、あのホークスファンの方はもちろん、あのホークスと対戦したね、巨人広島の方でもしチャンネル見てる方いましたら、まあ、ホークスの印象なりをねコメント欄にね書いていただけると嬉しいんですけども、まあラストは現在のドラゴンズの状況も踏まえてね、まあ恐れるだけじゃなくてどうやったら対処できるのかっていうところも含めてね、まあ、動画出していければなと思います。まあ、データは主に交流戦前のものをね使っているのはね、承知の上で見てほしいんですけども、ちょっとアウトローいい範囲ね、今日布団のね隙間見てたらね、パイン飴が出てきたっていうね、もうパイン飴もうないなと思ったら布団の中の隙間から出てきたから、まあ阪神とねドラゴンズ流行同盟で仲がいいって言ってるけどさ、まあ今週は阪神ドラゴンズ共に勝っちゃうんじゃないみたいなね、そんな話もしつつ、まあ今からこれね、もう暗号資産っていうか暗号をね解読していく感じ、これわかるかな、字汚くて皆さん読めませんよね。まあ僕が解読するんで皆さん安心してくださいということで台本書いてきたんですけども、まずはホークスね、パリーグ相手に全チーム勝ち越し、夢のようですね、マジで。どうやったらそんな全チームに勝ち越せるんですかって、まあ、ドラゴンズも阪神以外はまだ負け越してないんかな、確かそうだったけど、阪神にはドラゴンズやれまくってますけど、っていうところで。しかも、ホークス対西武には10勝2敗、プラス8。で、ホークス、ホームではね、17勝4敗、プラス13ですけども、だからこそより一層バンテリンドーム、ビジターでホークスからしたらね、ドラゴンズからしたら戦えるっていうのは大きいですね、と。唯一の救い。で、ホークス先制したら21勝5敗、1位です。もう先制したらほぼ勝ちです。まあ、確かにこれホークスに限らずドラゴンズもね、先に点を取れるかって、いかにドラゴンズの試合ってロースコアになるから、特にバンテリンなんかは、お互いのチームにまあ言えることなんですけど、ただね、ホークスは先制されても9勝9敗の1位っていうね、中日とそこが違う。まあ、ドラゴンズオリックスでなんとかね、逆転勝ち、奇跡の逆転勝ちって言ったら、マイアミの奇跡か分かりませんけども、まあ、京セラの奇跡か分かりませんけども、逆転勝ちしてきたけど、やっぱりドラゴンズは先行逃げりゃできるけど、逆転勝ちはなかなかできないっていうところでね、ホークスはできますよと。まあ、なんといってもあの打線がありますからね。で、ドラゴンズね、対ソフトバンクには29勝36敗3分け、4割4分6厘勝率、マイナス7っていうね、まあ、ちょっと負け越してるなと、踏ん張ってくれやっていうところなんですけども、まあ、打率ですよ。リーグトップのチーム打率2割5分8厘、32ホーマー1999打点。やばいね、もう。やばいね、もう。ドラゴンズのホームラン数足しても32だと絶対届かないと思うけど、で、防御率が 1.98、チーム全体。1点台。末恐ろしいわ。で、中継ぎ救援の防御率 1.80。救援もチーム全体もいい。たまったもんじゃないね。たかったもんじゃないね。たかだから。で、こっから野手を見ていきますけど、細かく野手をね。まあ、柳田選手がね、もう、まあ、ホークスファンからしたら痛いと思うんだけど、離脱したって言ってもね、他がいるんですよ。アザーが、アナザーが。本当に。まず、周東選手ね、もう、一人で盗塁17個やってんの、リーグトップクラスで。チームドラゴンズさ、全部で16個だよ。チーム全部が一人でやっちゃってるっていうね。すごくないか？一つ多いんだから、ドラゴンズより。ほんで、得点も27っていうね、周東選手が走るだけじゃなくて、しっかりホームに帰ってくるの。二塁三塁でストップじゃないの。ホーム生還してるの。これまたすごいよね。素晴らしい。で、ドラゴンズね、盗塁させないからさ、フリーパス状態なの、今。本当に。もうどうぞどうぞ、つって、免許いらないから、ポポポポポンつって、すぐもう二塁オッケーみたいになっちゃってるから、もう誰でもいいけど、もう木の拓なのか石橋なのかわかりませんけど、加藤拓なのか、盗塁させてくれ、もう。リードよりもそっちを先に重視してくれって思いますね、もう。本当に怖いよ、本当に。バンバン走ってくるからもう。見えるもん、未来が。で、あと次、山川選手、ドスコイって言ってね、山川選手、12ホーマー45打点、もうリーグトップクラス、5月、6ホーマー16打点、1位です、両方ともね、絶好調。もうドスコイパフォーマンス、四股踏みしていいから、もう、ホームラン打たないで、もうね、フォアボールとか、なんか、ゴロでも四股踏みしていいから、もう許可するから、もうホームランだけやめて、それだけはもう、現金ね、で、次、近藤選手ね。もうなんか近本選手に見えたけど、まあ、なんかもうね、なんでかわからんけど、字が汚くて。3割3分9厘か
か7人ね、字が汚くてあれだけど、60安打、出塁率4割2分よりトップクラスです。5月3割6分1厘は2位です。もう打ちまくります。でもしかもこの間の、広島戦もサヨナラホームランだっけ？ホームラン2本打ったっけ？ホームランも打てるからね、去年交流戦4割1分3厘1位ですけど、得点圏も3割2分7厘。弱点がない。ヒットも打てます。ホームランも打てます。出塁もできます。もう、近藤選手の前にランナー出したら終わりです。はい、終わりです。次、栗原選手ね。26打点。これもトップ3に入ってきますよと。5月は3割7分7厘でも1位。で、リチャードとね、あと河村選手とかもいますし、もう、支配下登録になったね、その河村選手もいますし、もう休む暇ないよね。もうパリーグの打点トップ総なめですから、もう休む暇ありません。ずーっとね、峠、山登りしていかなきゃいけないから、ドラゴンズのピッチャー陣は。もうピッチャー陣いいんですけど、ドラゴンズ。うん、まあね。ただね、唯一ね、対ソフトバンク戦はね、右投手がね、防御率 4.58 だけど、左投手はね、防御率 0.00 ですから、左ピッチャーの方がソフトバンク打線をね、徹底的に抑えられるっていう、うん、これかなり最近10試合のデータでは出てますから、だったらソフトバンク戦左ピッチャー 3つ並べてもいいんじゃねえかなっていうところなんですけども、先週のそのままね来るローテで考えるとね、ドラゴンズ右2人の左1人なんですよね。もうちょっと左3人サプライズでぶち込んでもいいかなと思うんですけども、まあ、初戦はね高橋ひろと投手だと思います。で、相手はね有原投手だと思いますけども、まあ、高橋ひろと投手といえばね、交流戦2年間で4登板ですけども、3勝0敗、30イニング32奪三振、防御率 0.00、 ウィップ 0.90、 最強ですよ、交流戦最強男。いつになったら点取られるんだっていうね。まあ、リーグでも素晴らしいピッチングしてますけど、まあ、ヒロト投手だったら強力ソフトバンク打線でもバンテリンですし、抑えられるね、右ピッチャーですけど、未来は見えるなっていう感じはします。で、相手ピッチャーの有原投手もね、防御率 1.84、 5勝3敗、ウィップ 0.93、 クオリティスタート率 88.9%、 対右2割3厘、対左1割8分6厘、弱点がない。ただ得点圏が3割3分3厘っていうことで、ピンチにはねちょっと弱いのかなと。そもそもピンチが少ない気はするんだけども、唯一の弱点ね、チャンスをいかに作れるか。まあタイプ的にいくとね、まっすぐがめっちゃ速いっていうよりは変化球がキレキレなイメージがあるので、まだね、ドラゴンズまっすぐ速い球が苦手なチームからするとまだね、まああれかなっていう気はしますけど、援護率が 5.64、 どんだけ守られてんの援護にね。ドラゴンズからしたら想像もできないわ。援護点もう約6点じゃん。そりゃ勝つわなっていう、本当味方が強くて羨ましい。で、2戦目ね、ドラゴンズ、小笠原投手、防御率 1.72、2勝4敗。あれで？おかしいな。こんな防御率いいのにさ、クオリティスタート率 100% なのに、援護率が 1.38 って防御率より低いっていうね、どういう争いしてるんだっていう、両方とも1点台だけど、意図からしたわ、もう本当にね。うん。だからもう、ピッチャーっていうより、打線ね、打線。うん、ドラゴンズ打線がいかに援護してあげられるかが大事。相手ピッチャー、大関投手ね、防御率 2.14、2勝0敗、クオリティスタート率 51.2%、対右が1割5分2厘だけど、対左が2割8分6厘だから、左はチャンスあるかも。ただ得点圏は2割で甘くないからね。まあ、左ピッチャー、ドラゴンズことごとく打てませんから、まあ、外に投手もそうだけど、隅田投手もね、もう打てなかったし、左ピッチャー打てないから気をつけないといけません。で、3戦目、柳投手。まあ、ここが一番心配かな。防御率 3.42、3勝3敗、クオリティスタート率 44.4%、まあね、援護もちょっと、援護点もね、まあ3点ぐらいはあるんだけども、それ以上に防御率がっていうところでね、まあやっぱりね、味方の点が取れないとね、フォアボールでどんどん自分の首絞めて自滅で苦しんでいくから、いかに早い回でね、ドラゴンズが先制してあげられるかっていうところが、柳投手のピッチングね、変わってくるんじゃないかなと。まあ本来エースなんでね、そんなところで左右されてほしくはないんですけど、さらにデータ的にもね、ホームのバンテリンは防御率5点台で、対右2割9分9厘で、右も弱くてね、ナイター 4.33、 もうナイターのホームバンテリンっていうのは相性が悪いんでね、まあでもエースってそんなね、バンテリンの夜無理ですとか言ったら困るからね、もうシャキッとしてほしいんだけど、得点圏も3割2分3厘で、もうバッティングよりピッチング専念してほしい。もうバッティングさ、上手いのはわかるよ。9番、8番が柳回ってくるのはわかるけど、ピッチング抑えてくれてる、打てなくてももういいから、もうとにかく抑える方優先してほしいなと思います。うん。で、相手ピッチャーが東山投手、防御率 3.09、 2勝1敗、クオリティスタート率 50.0%、 チャンスあるかなってとこはするけど、援護率が 4.74 ですから、これまたね、ホークスの味方が援護してくれますよと。うん。ただカーブの対比打率が4割2分9厘なんで、まあチャンスでね、甘い球カーブポン来たらね、一発で仕留められればチャンスあるかなっていうところだけど、ナイターも 4.30 なんで、柳投手も東山投手もナイターに弱いっていうね、得点圏も2割9分4厘打たれててるんで、まあ、3戦目柳投手と東山選手だったらね、ちょっとバンテリンだけど点が入るかなっていうね、予感はします。で、中継ぎです。問題中継ぎ、まあ救援の防御率いいんですけど、津森投手 0.47、 藤井投手 1.89、 杉山投手 1.96、 1点台0点台がいっぱいいっぱいというかいますよと。で、あと長谷川投手が中継ぎ投げた時は9登板ながら4勝、防御率 0.00 で、援護率が驚異の 14.21、 かかったもんじゃないよね、本当に。うん。 14.21、 1イニング平均 1.6 点援護ありますから、長谷川
川投手が投げた時、次のイニング、ドラゴンズのピッチャー気をつけてね。やばいジンクスだから、これ。ただね、抑えのオスナがね、防御率 2.95 で2敗。で、ヘルナンデスも 2.08、田中選手にスリーラン打たれたけど、まあ、いいピッチャーなんだけど、このスケットがね、意外にもね、全くノーチャンスではないっていうところが、意外にもね、ここはちょっとね、想像と違ったかなっていうところですね。で、まあ、最後ですけども、いい情報を伝えて試合、動画を終わりたいというところで、交流戦ドラゴンズ中継ぎ防御率 0.00 で、ホークスよりもいいんじゃねえかっていうね、もうヤクルト戦から26回3分の1で自責点連続でなしっていうね、いかにドラゴンズのピッチャーが硬いか、まあ、その分ね、点が取れなくて苦しい試合続いてますけども、うん。で、交流戦チームの防御率も 1.11、12球団ナンバーワン。1点しか取られません。2点取れば勝てますからっていうね、データ出してますよ、これ。うん。失点も8でね、リーグ1位の最少です。ね、もうソフトバンクが11失点で2位で続いてくるんですけど、そのソフトバンクよりもいいですから。ただ、得点が8点しか取れてない。ワースト。6試合で8点だからね、1試合1点、2点ぐらいしか取ってないから、もう、本当にもうね、最強の盾。もう、本当にボロボロの矛を持ちながら最強の盾みたいなね、攻撃体制、守り体制になってますけどもっていうところで、ピッチャーいいんだからもう死に物狂いでね、まあ、ソフトバンクの相手ピッチャーもいいですよ。甲斐選手もいるから盗塁もいけません。元から走らんけどね。で、もうホームランも出ません、バンテリンだからなかなか。だから、進塁打犠牲ぐらいとか、つまらないエラーしないとかね。もうロースコア、1点、2点を死に物狂いで血へど吐きながら取りに行く。もうこういう試合になるんで、ドラゴンズファンはね、覚悟しなきゃいけない。もう、涙腺孤独でキュッてして、もう涙流さないように、もう、心構えしなきゃいけないけど、とにかくね、とにかく、うん、応援頑張って、1点、2点取るまでね、根気強く応援していくことが大事かなと思います。うん。まあ今ね、ね、借金、ドラゴンズマイナス2、3ぐらいですから、去年に比べればまだまだ順調に来てると思うんで、本当にまあ、できれば5割行きたいんですけど、借金マイナス2、3、うろちょろしてればね、全然もうオールスター明け、そこまでいれば全然クライマックス優勝見えるんで、まあかなり今阪神さんとかセリーグ上位もね、困ってるんで、まあなんとか食らいついて必死に耐えてね、できれば貯金したいですけど、耐えれば耐え続けただけね、その分後にね、ここ見返りっていうかチャンスをやってくると思うので、まあ今週アウトロー違反したからね、まあ日曜日はちょっとチートデイでお休みしますけども、土曜日までね、ライブ配信振り返り動画全力でね、5連戦やっていきたいと思いますので、皆さんもどうか一緒にね、ついてきていただけるとね、嬉しいです。今日は気分がいいのでね、ちょっと夜食にね、マックの新作メニューからナゲットでも食べちゃおうかなっていうことで、本日も最後にご視聴いただきありがとうございました。マックのナゲットだったらね、まあ、鷹に見立てて食べれば勝てるかもしれない。高評価、チャンネル登録、コメント、メンバーシップ加入お待ちしております。それでは明日からの動画、ライブ配信でお会いしましょう。またね、鷹は凛々しいけど、竜の目も、凛々しい。負けないからね。